どうも高井です。これですね、プロパガンダ幸福政治宣伝のからくりを見抜くっていう本と、シグアーマンのマーケティング30の法則っていう本ね、この2つにね、まあ、同じ内容で書かれているものがあって、同じ幸福が何度も繰り返される理由はって話ね。でこちらはね、ダイレクトマーケティングの中でもダイレクトメール、何回も来ることによって好意を持ってもらえるよっていう話、要はそのね、広告も、まあ、セールスもそうなんだけど、同じ人に何回も何回も顔を見るっていうところもそうだな。テレビでその女優さん、まあ、もしかしたら俳優さんが出ているドラマを見ることによってすごい親近感を湧きやすい、あ、この人こんな有名なんだって知る、で何回も見ることによって、あ、なるほどねって思ったりする。まあ YouTube も YouTube そうかもしれないけど、何回もその人を顔を見ることによって親近感が湧くっていうのはないですか。まあこの動画を見てる人って、いやこれ初めてだよ、そんな湧くわけないじゃんって言ったら、まあ私はそこまで口だんまになっちゃうわけですけど、だけど慣れ親しむほど魅力とこのね、好意を持ちやすいっていうところはあるんですよね。で広告もね、それね、ちょっとね、その部分をね、利用してるところがあって、YouTube の動画の下の欄ね、こういう広告出てないですか。まあ、バナー広告みたいなやつ。それだって、要するに何回も何回も見てもらうことになったら、何回という再生回数を持って YouTuber の人がいるわけですよね。で、その広告を見てもらうことによって、すごい親近感が出る。これ見たことあるっていうふうに潜在的意識を頭にすり込んでいって、まあ、物を買ってもらう。っていうことなんですよ。だからはっきり言ってしまえば、もうね、一日の中で幸福を握るようなことなんてあなたにはできないっていうことを言えちゃうぐらいね、幸福だらけなんですよね。まあどうやったらそういうね、幸福が逃れられるんだろうという、幸福の影響が逃げられるんだろうって思ったら、こういう本を読むとね、もしかしたらあなた自身のね、頭の中のね、こうストレスというのはね、解放されるかもしれませんよ。それでは。